南部信行は、鎌倉時代後期から、南北朝時代にかけての武将。別名を、六郎、助時、薩摩守。南部警府が採用されている、南部師団会誌によれば、南部義行の子にして、南部義重、南部持時、南部信長、南部中公、南部重行らの弟。元王元年、兄、信長、中公、重行らと共に、兄、 持ち時に従い、ぬかのぶに向かう。現行三年工事のボールやしげる時期て、六郎新行、鎌倉に在り立坊と、工場や水泳を、吹き道の国、本流高知処刑と、京に金のすとある。建武二年十二月、北畠秋家の乗り流し新を奉じた、高氏討伐聖城の軍に、信長、中高、重げら四兄弟と共に従う。 南部所伊佐向きを三尺す、延元三年正月吉野に逃れた秋家に従い、暗宮に越して、薩摩守を任ぜられる。昭平十五年、昭平十五年六月五日、新行を継がる田舎軍黒井里並びは軍目谷里に、文法室としている。岩手県二戸市城防寺長には、源の信行が、天台寺に、大胆な原新行で寄進した。 小平十八年名の同性ワニ口がある。南部師団開始によれば、この南兆年号の刻まれたワニ口は、京二尺の巨大なもので、南部十一倍信長の弟、信行の奉納としている。一説、森岡南部氏物語、吉田正吉地長では、党の南部家へ伝わった、南部家系譜着屋系譜の記録として、南部信行に相当するのは、 南部太郎として、南部義元着手の南部義行としている。この地を北畠明信が同日付のご教書にて、南部薩摩神へ当てたことは古文書から明らかになっており、八の根ネジと南部下文書によれば、南部薩摩神は南部信政の子とされる、南部信光としているが、南部師団会史では南部義行の第六師の南部南部信業としている。ありがとうございます。